皆さん、こんにちは。平成を代表とする歌姫で常に第一線で活躍されていた安室奈美恵さん。引退を発表した時の衝撃は今でも忘れません。そんな安室奈美恵さん、再婚の噂やプロデューサーをやるといった噂が立っています。今回はその真相について紹介します。それから、ジャズクラブを作りたいという夢を語っていたこと、そして引退後の生活についても紹介していきますので、ぜひご覧ください。安室奈美恵さんは2018年9月16日に引退しているので、2022年現在は引退して4年の月日が流れたことになります。そんな安室奈美恵さん、今現在について調査したところ、引退後は各報道局や週刊誌に取材自粛要請として、安室奈美恵さんの専属の代理弁護人から、引退後は一般人となるため追いかけ回したりする取材行為は NG、もしそれを行えば訴えますという規制が設けられているとのこと。このことから、安室奈美恵さんの現在についての情報はメディアに一切出てきません。ただ本人による直撃取材はないにしても、引退前のコメントや周辺調査、一般人のコメントから安室奈美恵さんが何をしているのかが浮かび上がってきましたので、紹介していきますね。安室奈美恵さんは引退後の現在もABEX内のプライベートレーベルに在籍をしています。安室奈美恵さんは4年ほど前にライジングプロダクションを退所し、ABEX内のプライベートレーベルに移籍後、個人事務所でマネジメントする形で独立しています。安室奈美恵さんは引退前に、引退後はプロデュース業に回って若手の育成に励むとコメントしていたことがあるため、現在は若手育成をして第2の安室を育てている可能性があります。また安室奈美恵さんは2001年にリリースした星座ワードの作詞をしており、関係者に近くメッセージ性の強い歌詞を書く人、プロデューサーに向いていると話していることからも、プロデュース業に向いていることがわかります。それから安室奈美恵さんは隠しペンネームを使って楽曲制作したこともあり、その名前を使って極秘プロデューサーデビューする可能性があることも言われています。これはスポニチ本誌の取材でも言われているので、可能性は高そうですね。実はこの他にもジャニーズ JR の育成を任せられているという噂もあるようです。何やらジャニーズ事務所は安室奈美恵さんの人気に便乗し、ジャニーズ事務所を対象とした楽曲や作詞を安室奈美恵さんに提供してもらったり、ダンスの振り付けなど全てを監修する極秘プランが持ち上がっているのだとか。そしてこのプロジェクトの中心人物にいるのは、ジャニーズ事務所の副社長に就任した滝沢秀明さんとのこと。滝沢秀明さんはジャニーズ JR の育成全般の権利を与えられており、安室奈美恵さんを総合プロデューサーとして迎え入れることでジャニーズに新しい風を入れようとしているようです。確かにジャニーズといえば赤西仁さん、今井翼さん、中居正広さん、香取慎吾さん、草薙剛さん、稲垣吾郎さん、渋谷すばるさんなどの脱退が相次ぎ、ジャニーズに不穏な空気が流れているので、安室奈美恵さんを迎え入れ心機一転を図りたい気持ちもわかりますね。プロデューサーをしているかもしれない安室奈美恵さんですが、どうやら過去にジャズクラブを作りたいという夢を語っていたことがあるようです。何でも決して大きな店でなく、友達が気軽に集まれる音楽サロンのようなイメージをしているのだとか。ただこれは2018年に女性自身が書いたのもので、このジャズクラブも知人団のようです。週刊誌の知人団はデマも多くありますし、安室奈美恵さんが本気で口にしていたかどうかもわからないので、現在ジャズクラブを経営しているかどうかは不明ですね。そんな安室奈美恵さん、どうやら今井翼さんとの再婚の噂が飛び交っているようです。なぜこのような噂が出たかというと、今井翼さんがジャニーズ事務所を退所した時期と安室奈美恵さんが芸能界を引退した時期が被ったからです。今井翼さんは2018年9月10日にタッキー&ヨックを解散し、ジャニーズ事務所を退所。安室奈美恵さんは2017年に2018年9月16日に芸能界引退すると発表。このようにほぼ同時期に退所や芸能界を去るといったことが起きたので、二人が結婚するのではとの憶測が立ってしまったようです。そもそもこの二人がなぜ注目されているかというと、2018年9月の日刊現代の記事で5年前に二人が付き合っていたという内容を報じたからです。
西麻布にデートしていたという目撃情報があったものの、ツーショット写真までは出てきませんでした。ですが、今井翼さんは安室奈美恵さんとの交際を、ジャニーズ事務所に相談していたとも言われていたそうです。このように、二人が同時期に動きを見せたことから結婚の噂が出ました。あくまで噂ですが、二人の年齢は4歳しか違わないし、安室奈美恵さんの息子も、もう立派な社会人なので、今後は結婚の可能性もあるでしょうね。今度の完全復活はなさそうな安室奈美恵さんですが、今後はどのような生活を送っていくのでしょうか。常に第一線で活躍していた方ですし、お金も余裕がありそうなので、悠々自適に暮らしていくのは、間違いないです。とはいえ、悠々自適に暮らすにも必要となるのは、没頭できる趣味です。実は趣味がないと、視野が狭くなったり、不健康になります。安室奈美恵さんは、仕事を通していろいろな価値観を形成されたことは、十二分に承知しておりますが、全く趣味がない場合、物の見方や、価値観を成長させることは難しいです。その結果、家族や友人と話していても最近の話題についていけないことが多くなったり、流行り物に疎くなってしまい、知らずのうちに自分が知る世界が非常に限られたものになってしまいます。この他にも趣味がないと不健康にもなります。特にアウトドア、バーベキュー、フットサル、ボルダリング、スポーツ観戦など、外に出て体を動かす趣味を持たない場合には、体を動かく時間が少なくなってしまい、不健康となってしまいます。2018年9月に引退してしまった安室奈美恵さん。取材を自粛するよう要請していましたが、ちらほらと一般の方から目撃情報が上がっています。安室奈美恵さんは息子の音大さんが京都の同志社大学に進学したのに伴い京都に引っ越したと噂されています。引退前には京都の2億円するマンションを購入したと週刊誌に報道されたこともありました。その周辺で買い物をしているのを見たという目撃情報があるため、引退後は京都に引っ越して住んでいるのではと言われています。京都市内の左京区あたり、岡崎公園付近、平安神宮あたりとの情報が多いです。下鴨神社付近とも噂されています。下鴨神社は同志社大学の今出川キャンパスからも近いのであり得るかもしれません。ですが、1998年5月生まれの息子さんは現在24歳で、2021年3月で卒業という年齢。京都に住んでいるというのが息子さんの大学だけが理由であれば、もしかするとマンションを売却しているという話もあるかもしれません。また、沖縄で小室奈美恵さんを見たという目撃情報がたまにあるようです。ショッピングしていたのを見たなど、複数の目撃情報があります。安室奈美恵さんは、沖縄出身ですので、たまには地元に帰るということもあるのでしょう。しかし、沖縄に住んでいる場合、スーパーのようなところでも目撃情報が出てくるはずなので、そういった情報がないことから住んでいるという可能性は低そうです。引退前は東京に住んでいた安室奈美恵さん、そのため現在も東京に住んでいるのではと言われています。特に渋谷周辺で目撃されることが多いようです。引退前には渋谷のスーパーで買い物している姿が週刊誌に載ったこともあります。渋谷周辺には高級住宅地がいくつかありますので、そのあたりに住んでいる可能性は高いです。日本だけではなく海外に住んでいる可能性も出ており、息子さんが高校生の頃アメリカに短期留学しているそうで、そのことから安室奈美恵さんは現在ニューヨークにいるのでは?といった噂もありますが、特に目撃情報など具体的な情報はないようです。その他にロンドンで安室奈美恵さんを見たという目撃情報があったようです。引退後は世界を回りたいと話していたこともあったそうなので、旅行などで訪れていた可能性も高いです。今回は安室奈美恵さんの噂などについてご紹介しました。安室奈美恵さんは常に全力で走り続けてきた方なので、今後はゆっくりと過ごしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。